みんなが何か言ってる間にメール読みます。そうしてください。生徒会ネーム電話長さんからいただきました。ありがとうございます。新ラジオ、開始おめでとうございます。ありがとうございます。さて、大西学園のブレザーってリボンが可愛くて大好きです。うん、嬉しい、ありがとうございます。自分もあんな制服が良かったです。うちはセーラーなので、てんてんてん。ちなみに皆さんはブレザー派ですか、それともセーラー派ですか、ということなんですけれども。これはさ、皆さんはブレザー派ですかって言ったら、好きな方か。方か。自分はどうでしたかっていうことじゃない。私、セーラーがいい。ちょっと遠いよ、声が。ねえ、早田、写真撮って、写真撮って。写真撮ったら送って。じゃあお母さんは個人的なメッセージを今ラジオに載せたんだよ。あれ、この感じを撮るんじゃないの？ケーキ撮んの？ケーキ撮んの？この感じも撮る。あ、撮って。イエーイ。ピロリンって言う？イエス。わー、イエーイ。はい。爽やかムース。え？わかんないです。かけ声がわかんない。パシャッつったね、今。で、何？ブレザー派かセーラー派かっていうことなんですけど。私、セーラーがいいな。いただきます、ケーキ。いただきます。お母さんは？お母さんはね、お姉さんがセーラー服着てたから、ブレザーがいいかしら。あ、なるほど。ピカシャはセーラー服とブレザーだったら。ピカコは、誰？ピカコは、私は中高とブレザーだったから逆にセーラーがいい。うん、ああ、そういうのあるよね、だから。セーラー服すっごい憧れてても。私、高校の時セーラー服だったからセーラー服がいい。なんかさ、セーラー服ってあれでしょ？なんかさ、ジャンプするとさ、このおへそのところがチラって見えるんでしょ？あのね、見えないようにね、絶対インナーを着てくださいっていう風に高速で決まってた。何それ？全然燃えない。シュガリンに初めて会った時に、シュガリンの行ってた学校の、高校がね、はいはい。もともと初めて会った時に、はい。俺が高校の時に住んでたところ、があってその近くの高校だった。そうだったんですよ。茨城？地形よ。宮城県だよ。お前。俺一人暮らししてて高校の時に、でその学校が近くにあったの。へー。じゃあその制服がすごく可愛くて、すごい可愛い制服なの。なんかうまくいったら学園祭とか行けねえかなってずっと思ってた学校なの。結局行けなかったんだけど。彼女もできず。あらー。ね、できたらいけるわけじゃん。そうですよね。一般の人は行っちゃいけないんですか？行けないでしょ、あれ。行けない？一般公開もあるんですけど、でも、そう、なんかチケットとか整理券みたいなのあげて、持ってる人じゃないと入れなかったりとかして。だから、それで、まあ、憧れの、まあ、学校に近い感じだったのね。で、初めて、シュガリに会った時に、じゃあ、どこどこ高校なんです？みたいな話をして、はい。で、俺ちょっと食いつきすぎちゃって。憧れ、憧れがあったからね。高校時代に、高校時代に住んでたところの憧れの制服の学校だったから、え、まだ制服持ってますみたいな、なんか気持ち悪い聞き方みたいになっちゃって。制服持ってます。ちょっとシュガリに、気持ち悪いぞ。シュガリにちょっと惹かれちゃった。いや、そういう意味じゃなくて違うんですみたいな。一種が引いちゃったの。そう、お母さん、その時はまだ浅沼さんって思ってたけど、今でも思ってて。今8割お母さんって思ってるんですけど、なんか、制服好きなのかなと思って、どうしよう、まだね、ほら先輩だから、どうやって買わせばいいのかわからなくて。完全になんか、厄介な先輩みたいになってる。俺もね、間違えちゃったんだ。妹にあげましたって言って、なんとか逃げた。テンション。完全に、多分ね、放送できんのか。テンション的には、そういう意味じゃなくて、聞いたのに、テンション的には、くださいとか、してきてくださいに聞こえたんだと思う。でも全くそうじゃなくて、あの制服いいですよねっていうノリで、まだ持ってますって言っちゃった。間違ったね。間違っちゃった。懐かしい。そんなこともありましたけど。そんなこともね。今立派な、今立派なお母さん。立派なお母さんです。シュガが私をスルースルー。はい、次読んで。